ストリーミングご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。どこから見てるんですかね。はい、PC の向こうです。そうですね、はい、さあここはどこにいるのかと言いますと、どこですか。はい、今渋谷のヒカリエのホールにおります。はい、ヒカリエは本当に綺麗なホールですよね、はい、そうですね。はい、今日何人ぐらいお客様来てくださったんですか。はい、先ほど聞きましたら900人ほどお客さんがいらっしゃっているようです。そうなんです。今回9回目のセミナーということで、はい、900名、はい、来年は、はい、大台に向かって頑張りますそうですね、はい、1000人、はい、ね、すごいです ね、 そうですね。あのストリーミングをご覧の皆さんも、確か先ほど2万を超えてたという、まあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。たくさんの方がご覧いただいているということで、これからですね、今回は協賛企業の皆様たくさん、はい、そうですね、ブースを出してくださっているので、はい、各コーナーでどんなことをご紹介しているのか皆様にもご体感いただこうかなということで、これからツアーをね、そうですね、始めたいと思います、はい、楽しみにしてくださいね、はい、では出発しましょうか。行きましょう。あ、名前言うの忘れましたね。はい、はいねはいはい、どうぞ。あ、私ですか。はい、あのコマーシャルフォト編集部の編集長をしております川本康と申します。川本さん、よろしくお願いします、はい、そして私アシスタントの金崎です。よろしくお願いします。じゃ出発しましょうか。はい、頑張っていきましょう。はい、では出発します、はい、シャキシャキ。さあこんな感じで受付が広がっておりますね。まず最初に行くコーナーがこちらです。はい、こちらです。ナコムさんです。こんにちは、はい、緊張してますか。全然大丈夫です。本当ですか。ちょっと目が泳いでますけど大丈夫ですか。さあワコムさんではこんな感じで、まずはたくさんのモニターがあるなっていう印象なんですが、はい、ワコムさんではどんなものを皆さんにご紹介しているでしょう。はい、私どもがご紹介しますのは液晶型ペンタブレットシンテックのシリーズになります、うん、でこちらの2つのモデルが、ディスプレイ型のモデルでシンテック 24HD タッチ、そして 13HD というモデルです、うん、で向こう側の2つ、こちらがですね、世界初の OS 内蔵の液晶ペンタブレットのシンテックコンパニオンというものになります。なるほど、はい、ワコムさんではこのシンテックのこちらがフラッグシップモデルです。はい、さようでございます、ね、どんなことができるのか、はい、すごく楽しみですね、はいはい、じゃあここからバトンタッチ、はい、ちょっとこれ、はい、大きな液晶のモニターのように見えますけれども、はい、どんなことができるんでしょうか。はい、もちろんこのモニターはですね、パソコンのモニターと同じでですね、液晶ディスプレイになっています。ただこれにですね、私どものこのペンのセンサーが内蔵されておりますので、ペンを使って実際にこの写真画像編集の作業が直接行えると。通常皆さんですね、画像編集はですね、マウスを使ったりとかですね、まあ、私どもで板型のペンタブレットをご利用の方もいらっしゃると思うんですけど、これ直接画像に対して、編集作業ができると、はいはい、ですからダイレクトに編集ができるというメリットがあります、はい、じゃあ実際にちょっと軽くやってみたいと思いますので、ご覧いただきましょう。例えばこちらのモデルです。こちらの食べ物の写真なんですが、自然物ですので、例えば、美味しそうに見せたいんですけど、この辺にですね、ちょこちょこですね、果物の斑点とかあります。でこれをですね、フォトショップでちょっと直してみたいと思います。フォトショップの、このスポット修復ブラシ、はい、これが実は私どものペンの筆圧と密接に関係があります。こうやってペンでちょっとなぞるだけで、ご覧ください。あ、すごいですね、はい、ペンを押す力によって、そうです、消え方が違う。消え方が違います。かかる範囲が指先の微妙な調整できますので、本当に毛穴1個の補正ですらピタリペンでピンポイントに行えます、はいはい、人間の感覚をそのまま表現できるってことですか。はい、さようでございます。その筆圧のところがよりどれぐらい出ているかっていうところをちょっと見ていただこうと思うんですけど、これ一旦ちょっと絵を描くキャンバスの方で出してみました。はい、でじゃあ実際にペンタブレットってどれぐらいの筆圧をこうリニアに出しているか、普通でやるとこうなんですね。マウスでやるとこうです、はい、こうなっちゃいますね、はい、ところが私どものペン、じゃあ実際にちょっとブラシの方を調整します。
あ、来ましたね、はい、こういうふうにですね、グラデーションをかけられるようなこういう感じで実際にペンが働きますので、強くかければ濃く出ますし、はい、優しくかければ弱く出ると、うん、すごく人間の感覚に近いですね、はい、そうですね、これを活かして画像編集の方に、使っていただきます、はい、例えばこちらの写真ですね、こちらの写真雪山の写真なんですけど、これもちょっと私が撮ってきた、実際に撮ってきた写真なんですが、これを例えばですね、追い焼き鶴とか使うと明るくなっちゃうんで、すいません、明るくなっちゃいますよ、焼き込みツールで、あ、山肌が出てきますね。そうです、山肌がしっかりコントラストを効かせたい、はい、あるいはもともと険しい山なんだけど、この影になってる部分が全部雪の反射で白くなっちゃってます、はい、ここの部分は例えばペンでこうやってなぞるだけで、かなり険しさ、本当にお伝えしたかったイメージに近づけるためのレタッチができます。なるほど、ちょっと見てたいんですけど、ね、あまり時間がないので、はい、ちょっと今度、うん、そうですね、今度巻きましょうか、はい、はい、こちらが OS 内蔵モデルなんですけども、 OS 内蔵モデルはなんとこれ自体が単独でスタンドアローンで動きます、うん、今パソコンとつないでる状態では普通にディスプレイになってますので、パソコン上のフォトショップの画面が出ております、はい、これは液晶ペンタブレットとして使っている。そうですね、液晶ペンタブレットとして使ってます。でこれを外します。はい、外しました。外しました。ケーブルを外しますと PC の方に反映されますね、はい、途端にこちら Android のタブレットに、ね、変わりました。なるほど、はい、でこれは何ができるかというと持ち運びができます。持ち運びができて、なおかつこれ Android 状態で実はデザインのスケッチができます。このようにですね、でしかもこれをですね、ちゃんとレイヤー分けできるんですね、はいはい、ちゃんとレイヤーも作れますし、そしてこれを一旦保存します。保存するとなんと全部 PSD ファイルに最初から保存されますので、フォトショップにもできる、はい、これをパソコンにつないだときにこのファイルをそのままフォトショップに持っていくことができて、本格的な制作につなげることができます。すごいですね。ですからモバイル状態でもデザインワークができるのがこのSynTech コンパニオンシリーズです。なるほど。こちらが Android が入っていて、こちらは Windows 8が入っていて、はい、Windows 8モデルです。でバック版はないですね。そうですね、バック版はないだから突っ込みますね。はい、もうトトロキさんにいろいろ見せてもらいたいんですけど、はい、そろそろお時間、残念ですね、はい、次のコーナー参りましょうか、はい、トトロキさんありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ最後にイベントの紹介だけ、はい、そうですね、はい、お願いしましょうか、はい、そうですね、私たちワコムではクリエイティブハックアワードというイベントを今年も行います。でクリエイティブハックアワードは、これから、クリエイターを目指していらっしゃる方、それから学生さんの方にビジネスマッチングやインターンシップなど、様々なアワードも募集しておりますので、ぜひ、私どものウェブサイトをご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ次のコーナー参りましょう、はい、続いてはこちらお隣です、はい、日本ヒューレットパッカード株式会社さんですね、はい、さあ HP さんではワークステーションですね、はい、ワークステーション展示をしています。じゃあちょっと簡単にざらっとご紹介していただいていいですか、はい、まずワークステーションというのは、まあ通常のパソコンの一種であるんですけれども、まあ、今日アドビさんのイベントやっておりますけれども、アドビさんのフォトショップですとか、プレミアプロ、まあ、映像編集、あとフォトレタッチの、まあ、業務用に使っていただくコンピューターをワークステーションというふうに呼んでいます。で今日は、最近その 4K の動画編集というのが結構話題になっていますけれども、まあ、4K の編集をされる方に、まあ、一番多く採用いただいている、まあ、この Z820 という、まあ、一番ハイエンドのモデルですね、フラッグシップモデルと、あとお隣が、まあ、Z420 といいます。これは割と汎用的なモデルで、まあフォトレタッチャーの方が主に使っていただいているようなモデル。そして一番あちらにございます、これはラップトップノートタイプですね、非常にまあ大型17インチのモデルですけれども、ラップトップタイプ Zbook という、まあ、新しい去年出た製品ですけれども、こちらを持ってきて展示しております。じゃあ、フラッグシップの820についてちょっともう少し詳しく教えていただけますか。はい、わかりました。こちらのモデルは、まあ、CPU プロセッサー2つ搭載、まあ、デュアル CPU の構成で、あと NVIDIA さんのグラフィックカードですね、これは 3DCG ですとか、あとその動画を編集するとき Adobe さんのプレミアなんかでその動画の再生を非常に高速に処理できるようなカードを搭載して、かつ、まあ、内蔵のハードディスクも非常にたくさん搭載できる、モデルになっておりまして、まあ、多くはその動画ですね、動画を編集される方、あと VFX、いろいろなその合成をされる方に多く採用されています。で今日ちょっと、持ってきているモデルで見ていただきます。こちらのフロントから
なんかちょっと可愛いものが出てきましたね。これ 2.5 インチサイズのこれ SSD が中に入ってますけれども、こういった SSD をフロントからですね、4台搭載できるようなトレイもオプションとして販売をしておりまして、最近その動画編集だと非常に容量も大きくて、かつ高速にこうデータにアクセスをしたいというようなご要求非常に多いんですけれども、こういった SSD でレードを組んで非常に高速アクセスができるというようなオプションも販売しております。これは今まであまり見たことがなかったものなんですけど、そうですね、これは最近販売開始したばかりのもので、オプションで820のオプションとして販売しております。便利そうですね。そうですね、幸いとこうフロントからこうアクセスするようなディスクベイを使いたいという方が非常に多いので、こういったものを使っていただければたくさんのディスクを搭載できるようになります、はい、あともう一つ特徴なんですけど、サンダーボルト2を搭載しております、はい、でサンダーボルトといいますと、今までは Mac の、インターフェースということだったんですけど、昨年あたりから徐々に Windows の方へ展開されまして、HP でも業界に先んじてこのサンダーボルト2のカードを搭載して、外付けの高速のレードディスクですとか、ハードディスク、あとサンダーボルト系のいろんなデバイスに対応するということに今取り組んでおります。Windows ではサンダーボルト2が搭載されたマシンというのは、これが初めてぐらいなんですかね、と思いますね、ラップトップ、ノートブックでは、あちらのデッドブック17もそうなんですけど、サンダーボルトを搭載したものが徐々に出てきてますけど、こういったデスクトップの、プロ用の、マシンでサンダーボルト2を搭載している Windows 機というのは、他にあまりないかなという気がしてますね。じゃあ、ますますスピードの必要な環境には Z820。 そうですね、特にその大容量で高速にアクセスしたいというニーズにはってきているのかなと思います、HP さんだとワークステーションのための専用設計されてらっしゃるような会社ですから、とにかくこう常に作業してたい方にはすごくいいですよね。プロフェッショナルにはもうすごい熱いサポートもあります。熱いサポート、ね、ちょっとノート型も見てみましょうか。はい、ちなみにサンダーボルトはどこで、ですね、こちらですね、ここに雷マーク、雷マークあります。これサンダーボルト2になりますね。サンダーボルト2、もうこういったラップトップを現場、撮影の現場に持って行っていただいて、その場でもデータを取り込んで、編集までしてしまおうという方非常に多くなってますので、ちょっと17インチはちょっと重いんですけどね、4キロあるので簡単にちょっと電車で持っていきたいことないんですけど、車で現場で撮影機材と一緒に持ち込んでもらって編集に使っていただけると。すごいですよ、米軍調達基準のテストをクリアしてますからね、この子素晴らしいですね。とにかく強い子です。さすがアメリカ製です。アメリカ製ですね、メイドイン東京で。あとユーストリームご覧の皆さんがいくらいくらみたいなコメントすごく多いんですけど、おいくら億円とかありましたか。17インチで億円まではしないんですけども、30万円ですね。どうですか皆さん、30万だそうです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあでは、今ちょうどこのホールの中では、ライジンさんが、ね、セッションをやられてますけども、ライジンさんにも820を使っていただいて、実際 の、 お仕事でも使っていただいてますし、今回 の、 そのセッションの中でもこれを使って今デモをしていただいてます。そうですね、で今ご紹介のライジンさんの事例ですとか、あと先ほどのあちの ZBook17 の、採用事例を、コマーシャルフォトさんのウェブサイトですね、シャッフル、シャッフルバイコマーシャルフォトというサイトで、いろいろとこういった4K の事例ですとか、4K 機材どういった構成で組んでいけばいいのかといった事例をですね、公開いただいていますので、ぜひシャッフルご覧いただければと思います。はい、はい、シャッフル見てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ありがとうございました。おはやさんでした、では続いてのコーナー参りましょう。続いては株式会社トゥーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあトゥーさんの担当は中村さん、ちょっと見てください、小動物みたいで可愛らしいですね。ありがとうございます、さあトゥーさんではどんなところをご紹介しているのか教えてください。弊社のブースではですね、こちらで 3DS Max ですとか、あとこちらのマヤといったようなオートデスクさんの 3DCG 制作のソフトのご紹介をしております。はい、3DCG は一見写真と関係ないようにもちょっと思っちゃうんですが、どういう関係があるんですか。それがですね、大いに関係してまして、実は今広告写真ですとか商品の写真にはもうすでに多くの 3DCG という技術が使われてまして、もう 3DCG ならではの利点とかもあったりするんですよ。というのは例
例えば具体的に言うとどういうところですか。ではですね、それを早速こちらで実際にちょっとご覧いただきたいと思いますので、はい、じゃあ今度、はい、デモ担当志村さんに登場していただきましょう、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと画面の方を見ていただきまして、こちらがその 3DS Max というソフトウェアなんですけれども、このように3次元の空間をソフトの中に持ってますので、被写体に当たるものっていうのをまあ配置していただきまして、そこにライトですとか、それからカメラといったものを配置していただくと、こちらカメラですね、それからライトになるんですけれども、このように写真の撮影スタジオと同じような形でそれぞれのものを置いていただいて、最後にこちらがそのカメラからの見たアングルになるんですけれども、こちらをレンダリングと呼ばれる写真でいう撮影のようなことを行っていただいて、ソフトの方が計算して出してくるのがまあこちらのイメージになるんですけれども、それを最終的にはフォトショップ等でレタッチしていただいて処理していただくんですが、出していただく絵っていうのもこのようにマスク抜きの素材というのを 3DCG 側である程度処理して出していくことによって、例えばこういった映り込みの素材ですね、まあ、こういった各素材を出してあげて、さらにそれを重ね合わせてうまく使っていただくことで、例えばこちらのようにベースが黒のレーザーなんですけど、それを色変わりますね。そうですね、ブラウンにしたりですとか、それから木目の部分の色変えたりですとか、全体の色調をコントロールしたりですとかっていったことが、できるようになってます、はい、製品のカタログなんかこう、はい、色の違うバリエーションなんかたくさん載ってますけど、はい、そういうのが簡単に作れそうですね。そうですね、色のバリエーションもそうですし、カメラのアングルも様々変えていただいて、そういったことが表現できるようになってます。なるほど、はい、ありがとうございます。マヤも同じですね、じゃあ基本的には。そうですね、はい、基本的な部分は同じなんですけど、ちょっとまた別のものに、はいはい、じゃあマヤの方よろしくお願いします。坂本さんです、よろしくお願いします。はい、今立ち上げているのがマヤソフトウェアなんですけれども、基本的には、デジタル上で現像させていただく写真スタジオといったような使い方は、まあ、3DS Max 同様なんですけれども、マヤの方は、まあ、Windows 版の他にマッキントッシュ版であるとか Linux 版であるとか、OS 環境を選ばない環境セットアップが可能になっているというところが一つ特徴となっております。他に水とか火とか煙のような VFX エフェクト関係のツールも、まあ、標準で豊富に揃っているというところも一つ特徴になっております、はい。まあ、CG のセットアップ、こちらは自動車の、コンセプトカーのモデルですね、CAD データを、いただいているわけなんですけども、こちらの周辺にちょっとカメラを遠ざけますと、まあ、広々としたスタジオですね。現実に用意すると結構お金かかると思うんですけど、CG 上では、まあ、無限のスペースを使いいただけるといったところと、あとはライトとかカメラといったものももちろん必要なだけ、作っていただくことができます。ここでは天井光としてポリゴン板を置いておりますけども、はい、でこちらは撮影したまず結果からお見せしますと、まあ、このようにフォトショップ上でですね、合成した姿があるわけなんですけども、はい、まあ、このように拡散色だとかリフレクション、まあ、反射色であるとか別々のパスで書き出したものを最終的には合成するといったことが可能になっております、はい、こちらちょっとマヤに戻りますけれども、マヤ上では、はい、このようにですねディフューズ影なしだとか、リフレクション、あとシャドウですね、それぞれのパスごとに書き出すようなセットアップをしておりまして、はい、まあ、実際こうしてレンダリングをかけた直後のものがこちらの画像なわけなんですけれども、フォトショップ上に持っていって各要素ごとの、はい、パスを合成しますとこのような、要するにマヤで作ったものをフォトショップの方で仕上げるといったことが可能になります。そうですね、色を変えたりするの、はい、拡散色を変えることで当然このようなカラーバリエーションを1枚の写真から作り出すといったことも可能になりますので、はい、分かりました。時間短縮等に大いに貢献できるかと思いますので、はい、ぜひこちらの方もお願いします。はい、マックスと悩みましたけど、すごいですね、はい、本当にね、でもとっても難しそうですね。難しそう。どうすれば学べるんでしょうね。どうすれば学べるんですかね、はい、そこでこちらはですね、はい、30日間使える無料の体験版から入っていただくこともできるんですけども、それから操作の方は
ちょっとこちらで、チラシでご紹介しておりますけども、はい、体験コースといったものをやっておりまして、毎月3DS Max とマヤについて、フォトレタッチャーデザイナー向けのコースと、あとデザインビジュアライゼーション向けのコース、こちらマヤですね、それぞれ毎月開催しておりますので、弊社のホームページからですね、スケジュールの合うところでご参加いただけたらと思いますので、こちらもぜひご利用ください。フォトグラファーもうかうかしてられないですね。あ、いえいえ無料体験のコースを1日受けると受講すると結構テクニックっていうものは身につくんですかね。まあ、トレーニング目的としてはいないんですけれども、うん、まずは手にどう馴染ませていただけるかですね、体感していただけるというところがメリットかなと思いますので、最初にまず慣れろということですね。慣れてから学べと、そうですね、ということですね。手で覚えていただくと感覚で、とりあえず感覚を掴んでいただく、ね、慣れると感覚的に使っていただけるのがお分かりいただけると思いますので、うん、はい、フォトグラファーの方にもぜひ、はい、分かりました、ご利用いただけたらと思います。皆さん参加してください。はい、ありがとうございました。株式会社トゥーさんのコーナーお邪魔しました。では次参りましょうか。はい、次は映像さんです。そうです、映像さんです。待っててくださってる、こんにちは。こんにちは。はい、今回は千早さんにお世話になります。はい、よろしくお願いします。映像株式会社の千早と申します。広報担当しております。今回は、皆さんも、毎年出展してますのでご存知の方も多いとは思いますが、弊社映像株式会社は、映像ブランドで液晶モニターを専業メーカーです、リラックス緊張して一般オフィス用のモニターの他に、医療用とか、航空管制用とか、用途に特化したモニターを世に送り出しております。で、Adobe デジタルボタンのデザインセミナーの会場には、世界各国のクリエイターにご愛用いただいておりますカラーエッジというモニターを展示しております。はい、カラーエッジたくさん並んでます ね、いっぱいありますね。はい、今回は、Adobe RGB 相当の色域を出せる、カラーエッジを全機種ラインナップで展示しております。エプソンさんの PX5V というプリンター、インクジェットプリンターと、向こう側に、キヤノンのプロテンというプリンターで出力紙をご用意いたしまして、モニターにその画像を表示して、モニターに表示した画像と、プリントのマッチングという展示を行っております。はい、はい、要するにキャリブレーション、モニターキャリブレーションとかプリントキャリブレーションとか、はい、そういった話ですよね。はい、キャリブレーションと聞くと難しく捉える方も多いと思うんですけれども、カラーエッジというのがキャリブレーションというモニター調整に対応しておりまして、その手順は非常に簡単です。ちょっと実演してみます。お願いします。こちら、印刷用という、項目を選んでいただきまして、調整というボタンを押してください。あとは手順に沿うだけで、実行を通していただければ、少し待っていると、この辺りにご注目ください。あ、なんか出てきました。はい、内蔵しているセンサーが出てきまして、これが、自動で、測定と調整を行ってくれますので、あとは、待っているだけ、3分ぐらいで調整は終わります。はい、と簡単そうですよね。はい、本当に簡単に運用いただけます。で、一度調整してしまえば、以後の調整は人が触らなくても、モニターがあらかじめ定めた時間に出てきて、このセンサーが調整しますので、非常に楽に、正しい表示で安心して信頼して使っていただけるモニターです。仕事が終わって夜の間に勝手に調整してくれるとか、そういう設定ができるんですか。はい、例えば、日曜日を仕事をされてない方でしたら、日曜日の夜とかに設定しておいていただければ、月曜日に来ていただいた段階では、安心の表示で、また仕事に取り組んでいただけます。なるほど、はいはい、便利そうですね。はい、で向こう側をちょっと、はい、はい、こちら側行きましょうか。はい、一番端っここちらいいですかこちらなんですが、縦回転したモニターございます。これも、カラーエッジ縦回転にも対応しておりまして、このように、縦のものを見るときに、見やすく使っていただくこともできます。あとはこれノート PC とつないでるんですけれども、例えば普段持ち歩きのノート PC、を、普段は
こちらで使っていただいて、オフィスに帰ってきた段階でつないでいただいて、広い画面かつ、信頼できる表示で、作業していただくことができます。で、うちのブースでは、モニターの調整もそうなんですけれども、このフォトショップのレタッチソフトの設定とかプリントの設定、あとこちらの環境光の設定なんかも、カラーマッチングに最適な、設定を、はい、レクチャーしておりますので、ぜひお越しください。今からでも。これ可愛い電気スタンドみたいなんですけど、はい、あ、こちらが LED の、光炎色性の蛍光スタンドでして、5000ケルビンに対応しております。これで正しい色を見ましょう。はい、そうですね。ここボタンを押していただくと調光ができますので、明るさも自由に調整できるスタンドになっております。便利そうですね。はい、ところで、最近 4K、はい、4K テレビとかですね、そういったものが話題になってるんですけど、はい、こちらの中に 4K テレビ、 4K モニターあるんでしょうか。はい、こちらの CG277 というモデルは 4K モニターではないんですが、 4K 信号を受け取って、簡易的に、圧縮表示ということができます。今ちょうど 4K の解像度を圧縮表示してます。でこちらをちょっと拡大しますと、この辺ですかね、このように、非常に高解像度のものが際まで綺麗に、はいはい、奥行き感あるように表示できます。で、CG277 に関しては、簡易表示なんですが、残念ながら今回は 4K モニターは展示してはいませんが、カラーエッジの公式機 4K というものを開発中でして、今期中には、発売できる見込みはございますので、はい、また皆さん期待していてください。今年の秋ぐらいですか。秋ぐらいですね。そうですね、時期ははっきり言えないんですが、今期中には、はい、また、はい、期待してください、はい、楽しみにしております。映像さんの 4K は楽しみですよね。そうですね、はい、皆さん 4K 最近フォトグラファーの方もね、 4K カメラで撮影すること多いと思いますので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。あ、はい、あと、そして最後に一つお知らせです、はい、ストリーミングを見ていただいている方にこちら のマグを、プレゼント品に提供しておりますので、こちら映像オリジナルマグをぜひご応募ください。今後とも映像をどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。たくさんの応募してくださいね。もらいますよ。さあ、ということで、はい、茶屋さんリラックスしました。すごい緊張しました。よかった。じゃあそんな茶屋さん置いて次行きましょうか。はい、ありがとうございました。さあ、続いては主催者ですね、アトピーシステムズ株式会社。こんにちはということで、通常は私たちずらっと台本なんてあったりするんですけど、そうですね、アトピーさんは真っ白のままです。そうですね、お任せっていう状態で、はい、失礼いたしました。そのまま、はい、お願いいたします。わかりました。こちらのアドビブースではですね、もちろんクリエイティブクラウドの方をご紹介させていただいております。ちょうどですね、2週間前にメジャーアップデートというのを提供させていただいておりまして、今日はその新機能を中心にデモをお見せしています。で、まあ、今日のイベント、フォトグラファーさんがご参加多いということで、まあ、特にこちらのクリエイティブクラウドフォトグラフィープラン、こちらをご紹介というかお勧めをしています。こちらですね、新しく今回ラインナップに加わった商品でして、まあ、フォトショップ、それからライトルーム、それからですね、今回 iPad だけでなく新しく iPhone に対応いたしましたライトルームモバイル、こちらのツールに加えてですね、まあ、ストレージですとかそういったオンラインサービスも使えて、月額の方は980円という、非常にお求めやすいお値段でご提供させていただいている商品です。で、こちらの方でもですね、使えるフォトショップなんですが、まあ、新機能の方は本日最後のセッションで弊社のとちやが、まあ、デモを交えてたっぷりご紹介するということで、今回こちらでは割愛させていただきますけれども、同じく2週間前にですね、アドビ初のハードウェアということで、初お目見えさせていただいているインクアンドスライド、こちらの方を今回ご案内したいと思ってます。先ほどからうちの中尾の方がゴソゴソやってるんですが、ちょっとそちらの方にカメラさん向かいますかね。皆さんこんにちは、クリエイティブクラウドエヴァンジェリストの中尾と申します。こちらにございます、どう映ってるかな、
アドビ初のですねハードウェア製品ということになります。アドビインク&スライド、スライドってのはちょっと日本人に馴染みがない言葉ですよね。デジタルペンとデジタル定規なんですね。これはまあ何でしょう、はい、物差しというか定規なんですね。物差しですね、はい、で今ですね私起動しているソフトが、Adobe Line というですね新しい iPad アプリですね。これもやはり6月18日から提供開始になっております。で、この Adobe Line と、このインク&スライドを、使うとですね、これまでこういったiPad でスケッチを行うというソリューションというかソフトはたくさんあったかと思うんですけども、こういうふうにまっすぐな線、そしてまっすぐな線をきっちり正確につないでいくっていうような描画が iPad 上でできるようになります。また、こういったですねパースって言われてる、製図ですね、こういった作図みたいなこともですね行うことができるようになってます。ちょっと今読み込んでますけども、こんな絵ですね。かなり細かいですよねこれね。そうなんです、なかなか、こういうこれと一体どうやって描くんだというような感じだと思うんですけども、じゃ実際にですねそのドローイングの基本の画面というところをちょっとご紹介します。で今これがキャンバス開いたところなんですけども、で早速この Adobe Ink 使ってみたいと思います。 iPad 用のスタイラスとしては先端がものすごく細いんですね。普通のものってなんかもじゃもじゃのものが前についたりしますよね。そうなんです。どうしても iPad の、ハードウェア的な使用上ちょうどこの指先ぐらいの感じの、柔らかいタッチで、面積を抑えないと反応がしないということがあるんですが、これこういったですね先端、尖っているんですけども、こういったものでもちゃんとドローができると。しかも筆圧感知に対応しておりまして、2000段階で力を、拾ってくれるものです。で、下にあるのが、筆箱になりますけども、例えばこれ鉛筆を今選びましたが、こんな感じで書きます。あ、鉛筆っぽいですね。そうなんです。で、これ大きくすると分かりますけど、どうですか、紙のテクスチャーな感じが本当によく出てますね。そうですね、こういう感じで書いていくことができます。で、あとですね、こういう筆のツールも面白いんですけど、例えば赤色でこのちょうど色が重なったところを見ていただくと、ちゃんとですね重なった表現ができてる、あるいはですねこれ違う色を混ぜていくとブレンドしていくのがご覧いただけますでしょうか。こういう本当に本物の紙の上で描いているような感覚で表現していくということができるようになっています。で、このアドビライン、ラインってもう日本語に訳すと直線ということなんですけど、どうやって直線を引くかというところをちょっとご紹介します。で1回消します。これ消し方もユニークなんですが、すべてのストロークを覚えてまして、あ、消えていきますね。こうやってスライドすると消えていくんです。で、ちょっと直線のペンに持ち替えて、でこの、デジタル定規アドビスライドを使います。でこれを画面上に置きますと、こういうふうに直線の線が現れますね、線が出てるのがご覧いただけますか。でこれに沿って引いていただくとこう直線が引けるんですね。あ、ちょっとですね今薄い色にしちゃったんで濃くしますね。多分ストリーミングだとちょっと見づらいと思うので、よいしょ、これで直線が引けます。で、端を合わせて引いていくことによって、こうぴったり合ったところに結んでいくということができるんですね。こんな感じで物理的な定規とはちょっと違うんですね。デジタル定規なんですね。面白いですね。なので実際にこう置いている直線よりも離れたところで線引いていただいても、やはりこの線に沿って引かれるとちょっと変わったユニークな動きをします。お子さん重いですかなんていうコメントが来てますけれども、これ、ですね、これはですね、約20g、ですね、スペース変わらないですよね。ちょっと持たせて、はい、持ってみてください。どうですか。あ、軽いです、でこのサインペンぐらいですね。アドビのロゴを意識したかどうか分かんないですけど、三角形の、形になってまして、はい、でちょっとこうねじれた感じのとても持ちやすい、ペンになってます。かっこいいです。で、直線はこういうふうにして書くんですが、それをサポートする機能がございまして、このボタンを押してみたいと思いますけど、そうするとこういう遠近グリッドが出てくるんですね。で、これで例えば消失点あるいは塩梅っていうのをこうやって決めていただいて OK して、でこれに沿って
この消失線に沿って、線を引いていくということができるんですね。こんな感じですね。で、消失点をまた切り替えたり しながら簡単にパースを書き出していくということが、製図をしてるみたいな感じ。そうなんです、ね、まさに製図なんです。はい、iPad で製図が可能になってくるというところですね。で、もちろんこういうドローイングを行うときに、例えば部屋の写真とか写真をですね、下絵にして書いていくこともできるんですけど、今これ iPad で撮った写真なんですけども、はいはい、これでですね、貼り付けていただいて、これをベースに、まあ、スケッチしていくということもできるわけですね。まあ、ちょっとこんな感じですね。こういう風にして書いて楽しそうですね。はい、楽しくも使えますし、また本当に製図ができちゃうとですね、新しい Adobe の、まあ、ハードウェアとそしてクラウドと一緒になった、形で利用できるですね、まあ、製品、を今回展示しております。ここで書いたその図とか絵は、はい、PC 上のデスクトップ上の Photoshop とかイラストレーターに持っていけるんですか。はい、はい、ありがとうございます。そうなんです。このボタンを押していただくとですね、ペンメニューというのが出てきます。で、このメニューを選びますともうすでに Photoshop に送信あるいはイラストレーターに送信という形でもうダイレクトに今起動している自分のクリエイティブクラウドアカウントの Photoshop にデータを送り込みます、という使い方もできますし、また、自分が描いた絵を、このクラウドのクリップボードを利用して、コピーしペンをですね別の iPad に持っていって貼り付けるということもできます、はいはい、じゃあ2人 iPad を持ちながら、はい、お互いに共同作業みたいな共同作業を分担して書いていってできたところからこうコピーペーストペン経由で、そしてクリエイティブクラウド経由で持っていくということができるというまさにクラウドペンになっています。ちょっと新しいですね。ねえ、結構いろんな範囲で使えそうですよね。はい、いろんな用途に使えるかなと思いますね。はい、すごい時代の進化です。そうですね。これ日本で発売はされてるんでしたっけ。ですね、アメリカで6月18日から発売開始になってるんですが、日本は年内の発売開始を予定しております。ちなみに価格すっごい知りたいっていうストリーミングの声は出ましたよ。ですね、日本国内のですね、発売どれぐらいの範囲ぐらい、はい、アメリカでは199ドルと、この2つセットですね。あ、セットで、はい、はい、という形になってますね。日本じゃまだ未定。未定でございます。あともう一つ話題に上がってるのが、はい、ドクロですよね。ドクロ相当話題に上がってました。そうですか、はい、ご自身のものですか。はい、そうですね。これは売り物ではないです。あ、プレゼントでもないそうです。違います。すいません。面白いですね。さすがですね、はい、はい、見るところが違いますね。はい、じゃあちょっと楽しみですね。年そうですね、はい、早く使ってみたいですね。ねえ、はい、ちょっとウキウキしちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次のコーナー行きましょう。続いては、はい、はい、DMM さんですね。 DMM.com さん、はい、こちらです。まあ、なんか可愛らしいものがいっぱい置いてありますが、そして可愛らしい方も待っててくださってますが、そうですね、はい、担当は根本さん、よろしくお願いします。さあ、DMM.com っていう名前を聞きますと、はい、やっぱりテレビ CM よくやってます。やってますし、イメージしやすいのってDVD のレンタルとか、そうですね、あとは動画配信とか、うん、そっち系の会社かなと思ってる方非常に多いかと思うんですけど、私もそう思ってました。私もそう思ってました。はい、実はもっといろんなことやってるんですよね。そうですね。いろんなことやってまして、もちろん DVD のレンタルですとか、まあ、動画の配信サービスですとか、そういったさまざまなウェブのコンテンツを提供させていただいているのが DMM.com なんですけれども、最近ですとオンラインの英会話のサービスですとか、オンラインのゲームですとか、そうですね、証券ですとか、まあ、さまざまな事業に今力を入れておりまして、でその中でも 3D プリントの、事業もですね、かなり今力を入れて取り組んでいるサービスでございます。 3D プリンターを使った事業ということですか。そうですね、我々は、産業用 のハイスペックな 3D プリンターを保有しておりまして、でサービス内容としましては、お客様からですね、 3D のデータを、ウェブサイト上に当社のウェブサイト上にアップロードしていただきまして、でそちらで、まあ、作りたい素材ですとか、そういったものをご注文いただきましたら、我々の持っている 3D プリンターで出力してお届けしますというサービスがメインになります。なるほど。フォトショップのイベントを今日やってるんですが、はい、フォトショップとどういう関係があるんでしょうか。はい、そうですね、
フォトショップの CC で、今こういった 3D のデータが作れるようになっているんですけれども、そちらをですね、3D プリンターを、選択していただきますと、DMM の方でダイレクトに出力ができるという、簡単に言うとそういうサービスを始めさせていただきました。フォトショップから 3D プリンターを使った出力ができるようになったということですね。そうですね、今ちょっとこういうふうに出てますけれども、我々が持っている、いろんな出力可能な素材ですとか、あとは色ですとか、そういったものをですね、当社の方でプロファイルを作りまして、ネット上で誰でもダウンロードできるような形になっているんですけれども、そちらを、ユーザー様のフォトショップの CC の方に、インストールしていただきますと、こういったようなサービスがですね、どなた様でもご利用いただけるということですね。はい、3DCG のソフト触ったことない人もたくさんいると思うんですけども、はい、データはなんかどこか手に入ったりするんですか？そうですね、最近ですと様々な 3D データの、共有サービスサイトというものがですね、たくさんございますので、そういったところから、好きな車ですとか、いろんなフィギュアのモデルですとか、そういったものを自由にダウンロードできるような環境が整っておりますので、作ったことがないという方でもどなたでも 3D プリントに関わることができるかなと思います。すごく 3D プリントが身近な感じになりますよね。そうですね、で実際に 3D プリントしたものが、サンプルがありますので見てみましょうか。拝見しましょう。すごいですよね。面白いですね、ここね。3D っていうとやっぱこれが一番イメージしやすいですかね。そうですね、例えばこれはですね、モデルの中にモデル、またその中に別のモデルっていうものがかなり何層にもわたって作られているものでして、でこういったものは普通の切削加工とかですとなかなか中の方まで工具が届かなかったりっていうところがあるので作れないですね。なんですけども 3D プリンターであればこういったデータさえあればですね、積層造形という形で下からこう一気に作り上げることができますので、本当に 3D プリンターならではの特徴かなと思いますね。素材的にはどんなものが使えるんですかね。例えばこれはナイロンという素材でして、これも同じナイロンなんですけれども、バネ、こういった人生があります。伸びたり曲がったりっていうことは特徴ですね。例えばちょっと透明感があるこちらとかは、そちらのアクリル樹脂でして、樹脂を光で固めて作っているものになります。ちゃんとタイヤが動く、よくできてます、でこのアクリルはですね、かなり細かいところまで造形できるのが特徴でして、例えばこの女性のフィギュア この指先なんかも、指が一本一本分かれてますね。こういった細かいところまで作れますね。額のシワとかもね、そうですね、すごいですよね。こちらの金属のチタンですね。チタン、チタンの粉末を固めて作っておりますね。この子は、この子はですね、艦隊コレクションというオンラインの、当社でやらさせていただいているゲームなんですけれども、そこのキャラクターの島風というキャラクターでございます。大人気ですね。大体どれぐらいの時間で作成できるんですか？そうですね、モデルの造形によっても様々なんですけれども、分かりやすいちょっとこれぐらいの、大体高さ15センチぐらいのフィギュアとかであればですね、大体、4、5時間ぐらいあればできるかなと思います。4、5時間。そしてこの DMM.com さん、結構こう 3D プリント高いっていうイメージがまだまだやっぱりあるんですが、高いですよね。国内最安値だそうです。ああ、そうなんですか。大体どれぐらいの価格なのかちょっと教えていただいていいですか？そうですね、分かりやすいのが本当にすみません。この子ってこの子この人がすごく参考になるんですけれども、大体これぐらいだと7000円前後ぐらいで、意外と安いんですね。そうですね、この携帯スマホのケースとかかなり精巧な作りになっていますけど、こういったものだといくらぐらいで、こういったものですとこれはナイロンの素材なんですけれども、大体2、3千円ぐらいで、これ普通にもう携帯につけて使うことができる、使えます。なんか自分の作品が、こういう形で仕上がるっていうのも楽しいですよ ね楽しいですよね。ちなみにあとこういう、あ、
アクセサリーまで。アクセサリーもできます、はい、これはシルバーなんですけれども、あのこれをそのまま 3D プリンターで作っているのではなくてですね、ちょっとこういうようなワックスモデルというものをあの 3D プリンターで作っております、はい、でこれを元にあの鋳造をしてこういったシルバーのアクセサリーなどが、はい、出来上がるというものですね。さっきの中尾さんのドクロのやつもこれ作ったんですかね。また掘ってきましたね。じゃあこれはできたら送っていただけるっていうことなんですか。そうですね、はい、あの送料無料でお届けさせていただいております、はい、なるほど。まずちょっと自分の作品を作ってみてその喜びを ね感じてもらいたいですよね、うん、やってみたいです、うん、はい、ありがとうございます。何かお知らせとかありますか。そうですね、ちょっとこちらがあるんですけれども、あの、まあ、今、Adobe さんと、我々 DMM.make で共催という形で 3D デザインのプリントコンテストというものをあのやらさせていただいております。Photoshop CC でですね作っていただいた 3D のデータを、DMM.make に出品していただきますと、抽選でプレゼントをあのお送りさせていただいてます。で2つありまして、 DMM.make 賞というものと Adobe 賞というものですね。で DMM.make 賞ですと、DMM マネーカード5000円分または、作っていただいたモデルを、無償で 3D プリントサービスをさせていただくというものをですね40名様にお送りさせていただきます。Adobe 賞ですと、Photoshop の、CC の、個人版の年間プラン、こちらを合計で4名様にプレゼントさせていただきます、はい、なかなか商品も豪華ですよね。そうですね、はい、あの Photoshop ユーザーの中から、3D のクリエイターが生まれるかもしれないですよね、はいはい、ぜひ期待をしております。はい、皆さんご応募ください。ありがとうございました。根本さんでした。ありがとうございました。じゃあ次のコーナーもありましょうか、はい、しょう。続いても女性の方がご担当でございますよ、はい、次はホトリアさんですね。ホトリアさんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。ご担当すみやさんです。よろしくお願いします。さあホトリアさんではどういったことをご紹介してくださってるんですか。はい、ですね、私どもあのウェブサイト上で、写真イラスト動画を販売するというそういうサービスの方を行っておりまして、はい、であの今こちらで流れているのもうちで販売している作品なんですけれども、まあ、例えばこういうフライヤー等をですね作りたいときにやっぱり文字だけじゃなくて絵が欲しいと、でそういったときにこういったサイトの方であのダウンロードしてご利用いただけるようなサービスになります。あのロイヤリティフリーの素材がダウンロードできるということで、はい、よろしいですかね。はい、まさにそういう形ですね、はい、であの業界内でもかなり格安であの高品質なものを販売させていただいてます。あの具体的にはどんなメディアとか媒体で使われてるんですか。はいはいはい、今あのご紹介しましたようにこういうフライヤーとかあとあのウェブサイトのイメージとかあとこちらにちょっとだけですね記載しておりますけれども、まあ、パッケージですとかプレゼンですとかあのそういったいろんな販促目的のそうですね、はい、販促目的のメディアですとかあとはこういったですね、例えば iPhone ケースを売りたいとか、ポストカードを売りたいとか、はいはい、こういった形のお客様も拡張ライセンスというのを購入していただければあの商用利用ということができるようになっています。はい、ここを見るとプリント T シャツとかポストカード、はい、カレンダー、はい、いろんなものが作れるようになっています、ね、そうですね、はい、でまあ、あのこういったイメージを使いながらあの、まあ、利益を得るというようなそういった形もできますね、はい。これはあの、はい、どういう方が写真とか動画を提供されてるんですか。あ、ですね、このクリエイター側の方はほとんどがあのプロのカメラマンさんとかあとはあのイラストレーターの皆さんなんですけれども、うん、あのまあ、情熱があればそしていいものが提供できる方であれば、はい、あのハイアマチュアというようなフォトグラファーさんも結構活躍されてます、ね、なるほど、はい、じゃあ日用フォトグラファーみたいな方でも参加できるんですか、はい、そうですね、なんか審査が何かあるんですか、はい、審査は、はい、あの作家さん自体の審査というのはないんですけど、はい、一点一点 の作品の審査というのをさせていただいてます。ほとんどがあの業務利用される方ですのでやっぱりあのクオリティというのは気をつけてます、ね、そうですね、これ結構、はい、クオリティ高い写真ばっかりですよ ね、はい、素材の点数は何点ぐらいあるんですか、はい、今ですねもうじきおそらく3000万点ぐらいなってきますね。で国内外のクリエイターさんがすごくアクティブにあの活躍してくださってますのであのいろんな種類 あの画像が利用できます。サービスが出てきます ね、驚きですね。インターネット時代は何でもありですよ ね、ロイヤリティフリー
っていうのがね、また新しいですよね。昔は CD でもね、結構買ってたんですよね。そうですよね。花とか街角とか、ね、テーマごとになってるもの。それが今こうネットで全部探せるとか。そうですね。かなりの多くの作品の中から探せるっていうメリットも、ね、そうですね、生まれますもんね。あと好きなものだけ、必要なものだけを買うっていうことができるので、より無駄なく効率的にっていうところにはなると思いますね。なるほど。ちなみにお値段はどれぐらいからなんですか。はい、ですね、通常単品購入していただく場合に100円200円ぐらいのお値段からありまして、はい、でそれがこちらのですね、定額制サービスの方をお使いいただきますと、さらに、何百円っていうものも何十円っていうようなお値段に下がってくると。定額っていうのは月々払いってことですか。はい、そうですね、月々払いですね。クリエイティブクラウドみたいなことですか。あ、そうですね、まさに。なるほど。はい、結構想像より私はるかに安かった、安いですね、びっくりしました。そうですね、1点最安43円と書いてるんです、はい、びっくりですね、はいはい、そうなんですか。で今 PC だけじゃなくて、はい、スマートフォンからでもなんか素材を探せるようなサービスがあるって聞いたんですが、はい、アプリの方がございまして。アプリがある、はい、でそちらはですね、販売を前提として、画像のアップロード、写真のアップロードができると。で審査に通過すると私どものサイトの中で販売することができるようになります。はい、ちょっと面白いですね、はい、iPhone とか Android から直接の写真をアップロードしちゃう。そうですね、はい、でこの中で、はい、キーワード等のタグ付けもできるようになってますので。ここで、はい、これがもうカメラをそうです、ね、の画面なんですね、はい、でシャッター押せばいい。はい、シャッターを押すと、はい、写真が撮れて、でそれをアップロードして、で、審査に回す。でこちらで、撮られた作品に関しては、一般的なこう、一眼レフで撮った写真よりももうちょっとこう身近で伸び伸びとして、うんね、アクティブな感じの画像コレクションということで、特別に、インスタントコレクションという枠で販売の方をしております。それもフォトリアさんの審査があっての掲載になってます。はいはい、そうですね、はい、すごいですね。ちょうど先週Android 版の方がですねリリースされましたので、うん、だいぶ皆さんアクティブにこう iPhone 用だけではなく、はい、はい、iOS が確か去年アプリが登場したんですよね、はい、 そうです。はい、その時でもすでに5万ダウンロードぐらい、はい、ね、すごいですね。楽しみながら収入を得ることができると。はい、iOS は先週からサービスがスタートして、はい、今どれぐらいダウンする Android ですね。今何て言いました iOS だんだん分かんなくなる。Android は先週リリースして、ね、今ダウンロード的にはどれぐらい。ですね、4日間で1万1000ダウンロード。あ、じゃあ結構皆さん待ちに待ってた感じのサービス、はい、まさにそうですね。どんどんこれからダウンロード伸びますね。そうですね、日本のAndroid ユーザーの皆さん、 iPhone ユーザーの皆さんもぜひ使ってがっつり稼いでいただきたいと思います。がっつり、はい、で最後ちょっとパネルを見ていただきましょうか。こちらです。なんかニュースがあるということでお願いしてもいいですか。こちらがですね、デザイナーさんを支援しましょうと。でフォトグラ、フォトショップのスキルをアップさせましょうという企画で、今年3年目となりましたテンコレクションというプロジェクトのご紹介になります。はい、で今年はですね、フォトグラファーさんとグラフィックデザイナーさんがコラボしまして、一つの PSD ファイルの方、フォトショップの生データの方を作っていただいて、2ヶ月に1編新作が公開日には無料で、PSD データをダウンロードできるという企画になってます。で皆さんやっぱりスキルアップしたい、トップアーティストの人がどういうふうに作っているのか知りたいっていう方がですね、ダウンロードして中を見ながら、実際に見ながら、レイアウトを見ながら、学べると。なるほど、はい、プロの作った PSD を勉強できるということですね。そうですね、はい、でちょうど来週の10日ですね、木曜日になりますけれども、そこで、無料公開日となってますので、こちらのビジュアルですね、ちょうどこちらになりますけど、これが、無料でダウンロードできます。はい、はい、ということでたくさんの応募をお待ちしています。はい、本当は、はい、もっともっとたくさん
ご紹介したコーナーあるんです。あるんです。はい、ちなみに原稿者さんの書籍販売のコーナーもあったんですが、あっちにあるんですが、まあ、今日はね。そうなんです。編集長を務めたね、はい、本もね、ちょっと今日はお求めやすい価格で用意してたので、セールをしてたんですが、今ちょうどセッションが終わったので、ここ皆さんあのお客さんが入っていらっしゃるので、そろそろこれで終わりにしたいと思います。そうですね。はい、来年10回目になります。一番最初にも言いましたけど、来年はご来場のお客様1000人目指してますので、ぜひ今日はカメラの前でご覧の皆様も来年はぜひ会場に足を運んでください。あれ？それではここでお別れしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。